お前いつまで俺たちの港にあんなゴミみたいな船止めとくつもりだ。バーカ。千九郎さん、おはよう。すっごー、ここに一人で住んでるんだ。うん。そいつの親父さん、1年前に死んじゃって。私分かんなかったんだ、どうして自分だけが生きてるのか。人殺し、チームメイトを殺したんだ。あの時私が聖子の手を掴んでたら、ちゃんと掴んでたら聖子は死ねないで済んだかもしれない。一人で生きてるような顔すんじゃなか。涙の時、一人で生きてる。キアミー、一緒に出ようよ。火山巡りヨットレース。あの子を今必死にもがいてる。さあ冒険に出発だ。清美に会って分かったことがあるの。いつまでも小さな鉢の中を泳いでるだけじゃダメなんだって。広い世界に飛び出して冒険しなきゃいけないんだって。立つ。冒険には黄金以上の価値がある。君が好きです。